これだけで目の大きさ全然違うでしょ。うん、すごい。皆さんこんにちは。こんにちは。工藤ゆいです。工藤ゆいです。はい、今日は朝みゆずきちゃんに工藤ゆいチャンネルに来てもらいました。今日の企画はですね、工藤ゆいが朝みゆずきちゃんにメイクをしてみたいということで、はい、集まっていただきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日私がしているメイクと同じメイクをしていきたいと思います。完成形ですね。もう完成してるんですけど、完成形です。ちょっと過程をください。お楽しみください、はい、工藤ゆいのいつものメイクを人にやるとどうなるのかっていう感じです。はい、はい、それでは動画スタート。はい、ではメイクをしていきたいと思います。お願いします。はい、ベースは今やってあります。でチークもね、塗りました。ラカ05番塗りました。で一応ハイライトも塗りました。クリオのプリズムエアーハイライター。はい、で眉毛はゆずきちゃんしっかりしてらっしゃるので、少しちょっとこの足りないところに描き足したぐらいで、でやっていきます。でアイシャドウはロム&のBT パレット02番を使っていきます。よっ、まあ、ちょっと待って、開かない。開けます。本当だ、ね、開かないんだよ。でこの白いところをトントントンって取って、うん、軽く塗っていきます。で次はこの2番目に薄い色を塗って、私の普段やってるメイクをゆずきちゃんにするっていう、あのただの私の乱暴な企画なのでガチガチの企画じゃないんで、これはお試し企画。これ好評だったら続けようかなと思って、いろんな子にやってみようかなと思って。で、アイシャドウが塗り終わり。で私はね、このね、下にもね、やってるので、うん、これ、ここの色を取って、どんな感じ？こんな感じ。ちょっとこれ、私の全国にさらしていい感じじゃないんですけど、大丈夫かな？大丈夫、私も。私なんてやばいよ。ドスピンから始めたからね。こんな感じ。はい、どうかな。でもさ、普段さ、うん、ゆずきちゃんが やってるメイクってさ、私と同じ感じじゃない？はい、なんかアイメイクですか？うん。なんかそんな濃くないよね。ああ、そうかも。メイク始めたての中学生のお姉ちゃんにこうメイクをやってもらってるみたいな、うん、ノリみたいな。確かに。で、ゆいちゃんは目が切れ長な印象があるから、うん、韓国に行きたいな。え、韓国好き？あ、好きです、好きです。なんかめっちゃインスタとかに流れてきますけど、韓国メイク、うん、可愛いですよね。可愛い。私結構さ、インスタのそういうの、うん、ここに、うん、してるんだよね。うん、そしてちょっと悪すぎて大丈夫ですか？大丈夫、うん、私もそんなに接触いい方です。しかも見てよ、この前髪最悪だ、最悪だから。で私は、うん、これロムアンドのベターサンアイズ B01 番ウィンキラっていうやつをね、キラキラ、うん、キラキラの、うん、これをベージュっぽい色を今日使ってるから、あ、ゆずきちゃんどこに塗ったの？真ん中に塗ったの？可愛いでしょ。また近くでさ見ると可愛いかも。そしてアイラインを引いていきます。ケイトのスーパーシャープライナーの、うん、BT1 番。これいいですよね。私もこれ使ってます。自然なブラウン、自然なブラウン、
アイラインだけ間違えられないので、目尻だけで描いてもらえさそう。そうですね、大変ですね。だからよし、オッケー、こんな感じです。アイラインを写真撮るのが細めに、まず消えたり出てきたりする、やばすぎる撮る気ないだろうって思うこうした方がいいんじゃない、こうだね。そうですね、今更って感じ今更感すごい。今からYouTube チャンネル、でちょっと韓国風にしたいので、この大きいキラキラを取って涙袋に入れていきたいと思います。私が基本的に撮影会でやってるメイクこんな感じ、大きめのキラキラを、一番メイクで大事なまつげに入ります。はい、まつげはマキアージュ、資生堂のマキアージュの、これ資生堂だよね、マキアージュ、一番いいやつ、これ薬局でさ、なんか黒、これだけさ黒いじゃん、結構使ってるし、これマジ何年使って、これ10年目ぐらいだよ多分。すごい物持ちいいですね、ゴムも変えてない。痛くない？大丈夫？全然やってるの上手です。人にやるのとかさ、慣れてなさすぎてさ、自分なんかさ、人にやるとさ、ほら自分はさ、痛くなりそうだなと思ってさ、あ、やばい、離そうみたいな加減がちできるね、人にやるときね、わかんなすぎて、でちょっとあらかじめ温めておいたおっぱいで温めておいたマスカラです。こっちがマスカラ下地、こっちがマスカラ、ジュリカマジュルカラッシュボーンブラックファイバーインまつげ化粧下地、こっちがジュリカマジュルカラッシュエキスパンダーロング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 、私はなんかもともとまつげが全然もう少なすぎて、で短かったし、産毛みたいなまつげしてたから、もうとりあえず量はもうどうにもできないから長さだけは出そうって思って、ロングロングを、ずっと愛用しております。なるほど。でもさ、まつげもうすごく悩ましい。なんかれいちゃんとかそう、レイちゃん綺麗なんで、しかまつげのセパレート感が、羨ましい、あ、でもゆずきちゃんめっちゃまつげ綺麗、長い、ありがとうございます。しっかりしてる、私の頭しか映ってなさそう今
これだけで目の大きさ全然違うでしょ。うん、すごまつげ、あの、メイクはまつげが命だと思ってる私。まつげさえ綺麗にしっかりこうがっつり上がってればね、うん、可愛く見えるから。うんうん、はい、ということでメイク完了。あ、嘘、リップやってちょっとやって、もう血色悪すぎるんですけど、ちょっと一番大事だからお願いしますよでもね、魔女みたいなんですよ、笑い方が。そう、私ちょっと笑い方やばい、面白い。抜けがいいかな、うん、あれは髪はそう、髪も何やってるのすぐ終わりたかったのかもしれない。今日いっぱい持ってきました。お、すごい。みのきちゃんの 口の色に合うのがかわいい。どこのリップ？これは全部ロムランドの大事なとこ隠してた大事なとこ隠してたロムランドのリップでございます。かわいい。ジューシーアン、うん、なんとかなんとか。これティントですか？ティントかな、うん、ティントです。全部ティント、うん、落ちにくいやつです。みずきちゃんはイエローベースだね。そうですね、イエローベースだから。でも私もね、うん、イエローベースだと思うんだよね、うんうん、なんかでも 間なんだよね私。どっちかっていうと、うん、イエローベースとブルーベースの間みたいな、うん、なんかどっちも混じってるから、どっちもいけるみたいな。そう、でも合う合わないはあるの、うん、そのブルーベースでもなんかこの色は合わないとか、うん、イエローベースでもこの色は合わないみたいなのがあるから、うん、ちょっとリップ塗る。そうですね、リップを塗っていただいて定番の定番のやつです。そんなセンソレッタムです。なんか親近感があるねさっきドンキで買いました買ったばっかりでした。こっちを使います。新しいやつだからね、うん、これを塗ります。今日の私のリップと同じにしようかな、うん、まあまあまあなみたいな。で、今日は私はこっちを真ん中につけてます。うん、まあ、のジェルティンティント06番真ん中の方に。これはね、なんか新しいやつよりちょっとみずみずしい、うんうん、どうだろう、血色生き返ったんじゃないですかやっとやっと血色が、うん、ということでメイクは完成ということですねで、次は髪の毛に行くのですが、コテが温まるので少々お待ちください。はい、うわ、すごい、ハリと腰が、うん、うどんだったらもうさぬきうどん現場であるメイクさんとかにも。そうだね、そう、多いね。はい、外はねにしました。あ、いい感じ。なんか今日の服に合ってますね。でしょ、うん、なんか大人っぽい感じのメイクを韓国風にしたいので、うんうん、髪型も若干韓国風にしていきたいと思っております。お願いします。あ、前髪が怖いよ、人のやつやんのなんかさ、メイクさんとかってすごいなって思わない？うん、なんか自分さ、こんなできないよって思っちゃう、人にさ、うんうん、自分のやるのと全然違いますよね。全然違うもんだって、うん、え、なんかでもいい感じになってきたかもしんない、うん、ね、いい感じかもしんないお周りだけこういう風にやると、うん、なんか大人感が出るますよね。え、なんかさ、やっぱ違うな、こっち違いますね、こっちと。じゃあ、うん、こっちを向いていただいて、なんかさ、人にさ、ね、私なんてないからさ、まあ、なんかさ、やりたくてさ、ちょっとこの企画を始めたんだけどさ、うんうん、楽しい一人目のモデルになると光栄ですありがとう、協力してくれてうちは持ってくるの忘れちゃったので手ですね、手で、うん、なんかダダイアンのね、クールとかでもいいと思うんですね。そう、風量をね、
弱めにして、うんうん、ドライヤーとかでも美容師さんってさもうちょっと丁寧にやるじゃん、なんかこうタオル巻いてさ、うん、なんかこう段分けたりとかさ、うん、自分にやってるみたいにやっちゃってるから、うん、どんだけもう私のズボラが出ちゃってるんだよねなんか私好みの感じになっちゃったけど、うん、前髪をどうしようかな。あでもすごいここのくびれがいい感じ。そう、くびれ作るだけで垢抜けるから、うん、シースルーが好きなの。うん、薄くするんですね。薄くする。じゃあもう韓国っぽさを、そう韓国っぽさを全面に押し出そうと思います。前髪カットする時も、うん、本当私ここしか切ってない毎回、うん、ここ薄めにここだけ、うんうん、ここだけ切っときますねって言われていつもお願いします。基本的にはこんな感じで終わらせて、うん、でオイルをつけます。これはミジャンセンのオイルをつけるとあの持ちが良くなるので、このくらいこのくらい手に取って、うん、手にねこんなべちゃべちゃにして毛先からつけます、うん、いい香り。そういい香りだよね。これ韓国のね、うん、オイルの、へえ、多分韓国語書いてあるから本当適当。巻いたところに、うんうん、こういう風にオイルをつけると、うん、ダイビング剤みたいな役割まで作れるので、うん、あ、足が締めるずっと正座してた。今めっちゃ来た、今めっちゃ来た怖い。え、でもやっぱね、メイク前と全然違います。違いますか。すごい、うん、よかった。今日はあの、うん、めっちゃいい感じ、すごい。ちょっとふわっとさせると、うん、髪の毛の硬さとか柔らかい印象になるから、うん、すごいエアリー感が、うん、出たと思います。できた、ありがとうございます。え、どうですか、どうでしょう皆さん。可愛くしてもらった。こうね、うん、こうやってかき上げ、後ろにこうやって持ってた時にこう戻ってくるじゃん、髪の毛を重ねて前に、はい、それが、うん、良かったりする。ほぼほぼ自然な感じが、自然な感じが、あ、いいんじゃないでしょうか。 ありがとうございます。できました。ここがすごい可愛い。そう、今日も実は私も同じ巻き方をしてるんだけど、本当だ。私は髪が長いので、うん、印象は違うんですけど、うん、やった、ゆいさんのメイクと髪型にしてもらいました。はい、イエーイ。いや嬉しい、私はなんかちょっとうまくいって嬉しい。あ、ほんとによかった、ね、っはい、ということで、ね、メイク完成です。はい、ありがとうございます。いい感じになりました。はい、ということで、工藤由衣がやりたいとずっと思っていた人にメイクをする企画これにて終了いたします。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。楽しかったですね。いや、楽しかった。ちょっとおしゃべりしながらやってたりとか、うん、してたので、すごい楽しかったです。動画にお付き合いいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあこの動画がいいと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。これからもっと YouTube の撮影頑張ります。はい。みんな見てね、また。じゃあね。ありがとうございました。バイバイ。